えっと、細胞周期学分野の三好です。えっと、我々の研究室では、石川教授、え、あと私と中岡助教が、それぞれ、ガンのストレス相当であったり、ゲノムのストレスであるトランスポゾン、あるいは細胞死について研究を行っています。えっと、我々生物は細胞レベルではさまざまな環境要因、あるいは内的な要因でストレスを受けているわけです。例えば、酸素レベルであるとか、栄養状態。 あるいはゲノムストレスとしては DNA 損傷、あるいは染色体末端のテロメアの脱保護、それからトランスポゾンによるゲノム編集、こういった種々のストレスによって日々ストレスを受けているわけなんですが、その結果として細胞は時にその変化を促され適応的な応答をすることもあります。それらの中には老化であるとか眼科、あるいは進化、そういったものも含まれます。 我々の研究室では、この様々なストレスに応答して、遺伝子レベル、あるいは染色体レベル、ゲノムレベルでどのような変化が生じているのか、これを分子的に突き詰めるということを目的としています。癌研究分野におけるストレス応答ですけれども、まあストレス、癌細胞っていうのは非常にストレスが満ち溢れています。というのは、 栄養状況が少ないとか、あるいは低酸素状態、そういったところでも増殖する必要があるわけです。そこで注目したのが、この獲得体制という現象なんですけれども、これは通常弱いストレス、失礼、えーと、致死的なストレスにさらされた場合、細胞はもちろん死んでしまうんですけれども、その前に弱いストレスを受けていると、細胞はこれに適応して、 その後に来る知死的なストレスを受けても生存するという、そういう現象があります。で、我々はこれに関する遺伝子をスクリーニングによって管理してきました。で、これが癌が細胞においてどのような影響をもたらすのかというのを調べてみますと、例えば、腫瘍細胞では時間が経つとこのように大きく巨大になっていきますけれども、このストレス獲得体制機能を失うと腫瘍が退縮していくと。 いうことが分かりました。従って、このようなストレス体制獲得法の背後には、新たな分子標的治療などが隠されていると考えています。また、難因的なゲノムストレス。通常、我々はこのように紫外線や放射線などによって DNA に傷を受けていますけれども、実は難因性のトランスポゾンと呼ばれるものによってゲノムストレスを受けています。 これらの配列は勝手にゲノム上このように移動してしまって変異などを引き起こしてしまう。その際には DNA を切断するし新たに自分の配列をそこに挿入してゲノムを破壊してしまうということが分かっています。我々人ゲノムには現在約45%の配列がこのトランスポゾン由来の配列だと考えられていますがその役割あるいはインパクトというものはよく分かっていません。 えー、まあゲノムの変化っていうのは、時にはその進化を促すようなドライビングコースにもなりますけども、同時にそれは疾患の原因になるリスクも背負っています。例えば、あ遺伝子が破壊されてしまえば、あ重要な機能が失われますし、えー、さらにより大規模な染色体レベルでの、まあ、形質なども起こることがわかっています。えー、これまでに、 え、約100以上の症例として、トランスポゾンが遺伝子機能を壊してしまった結果、病気になってしまうというケースが報告されています。トランスポゾン配列ですけれども、転写されて RNA になった後、そこからゲノムを作り替える酵素群を作り、翻訳しています。で、まあ、この中間体がですね、細胞質とかで蓄積してしまうと、 まあ、ウイルス感染と類似の自然免疫応答、あるいは炎症反応が更新してしまうことが分かってきています。また、過度な DNA 損傷というのは、もちろん、その老化やポトーシスなどを引き起こす原因にもなり得ます。また、遺伝子破壊によって、まあ、そういう疾患原因になることも考えられています。まあ、しかし一方で、この転写から、最後ゲノムに入り込むまでの、まあ、その分子機構というのはよく分かっていないので、 当研究室では、この分子メカニズムを探り、将来的にはこれを人為的に制御する手法や疾患の緩和などにつながる研究になるのではないかと研究を進めています。当研究室では、教授准教授助教のほかに、このように大学院生や技術職員の方々と研究を進めています。えっと、興味のある方は、午後研究室訪問にいらしてください。えと、本キャンパスの G 棟の方にいます。 以上です。ありがとうございます。